いやー、そろそろ寒くなってきたから具体的に冬のコーディネートを考えないとな。それぞれシチュエーションだとか寒さに応じて3パターンぐらいあればいいんだけどな。誰かわかりやすく冬コーデ教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬の鉄板コーデ参戦というテーマでお届けをしたいと思っています。ちなみに今回はグリーンレベルさんとコラボレーション企画ということで、今期のグリーンレベルさんの冬服の中からこのアイテムは鉄板だというものをですね、いろいろとですね揃えてきまして、それらを組み合わせながら皆さんにですね鉄板コーデを具体的に解説をしていきたいなと思っています。まあ、冬といっても結構ですね、気温だとかシチュエーションに応じて着こなしを変える必要があるかなと思うんですね。まあ、そんな時に今回ご紹介する3つのコーディネート、これをですね軸足としながらちょっとアイテムを変えたりすることで、様々なコーディネートを横展開することができるかなと思いますので、ぜひ皆さん最後まで今回の動画楽しんでいただければなと思っています。まあ、どの着こなしに関してもグリーンレーベルさんらしいですね、ベーシックを軸足にしながらも、その中にトレンド感のあるアイテムですとかサイズ感、このあたりをほんのりと混ぜ合わせながら、大人の男性にバチッと似合うような着こなしになってるかなと思いますので、ぜひ皆さんも今後の参考にしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、皆さんに冬の鉄板コーデご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目のコーディネートなんですけども、今回ご紹介する3つのコーデの中で最も綺麗めで、ちょっとこうおしゃれをして出かけたい時に適したような着こなしをまずは解説をしていきたいなと思います。主役にしているのがこちらのですね、ロング丈のチェスターコートですね。こちらはセントデールールを使ったチェスターコートなんですが、まあ、これまでの動画の中でも実は何度かご紹介しているアイテムになります。まあ、実際に着てみるとですね、なお良さをですね実感しているわけなんですが、ベースとなるデザインはチェスターコートなんですけども、定番的なチェスターコートは結構ジャストサイズのものが多かったりするんですが、まあ、こちらのシリーズというのはですね、肩がラグランになっていまして、ちょっと丸みを出しているんですね。身幅に関しても適度にゆとりを出しているので、従来的なチェスターコートではなくて、少しトレンド感を混ぜ込んだようなですねチェスターコートになってまして、個人的にすごく好きなシルエットなんですね。まあ、チェスターコートは綺麗で着たいんだけども、ちょっと今っぽくないかなと思う方も、このシルエットだとすごく使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいアイテムかなと思います。このコート、ちなみに色の展開が豊富なんですが、結構どれもいいんですね。なので選ぶのは結構大変なんですが、その中でも今回僕が選んだのは、ベースのカラーはベージュですね。ベージュに対して細かなチェック柄が入ってるんですが、この柄の感じがすごく上品で、英国調の雰囲気も漂いながらもですね、非常に使い勝手がいいので、まあ、皆さんにご紹介ができればなと思いました。僕自身も様々なロング丈のコート持っていまして、ネイビーですとかダークグレーですとかベージュ系持っていますが、このような柄の入ったものというのは意外と持ってないんですね。で、柄が入ることでいつものコートとはまた違った雰囲気になりますし、だけども柄自体が強すぎるとなかなか使い回しが効きづらいんですが、柄の感じも上品に大人っぽくまとめてあるので、これは非常に使いやすいかなと思います。で、こちらのコートを主軸にしながら、内側にはですね、まずはモックネックのカットソーですね。これ冬になったらもう1枚は必ず持っておくと便利なアイテムかなと思うんですね。ロンティーなんですけども、首元が丸首ではなくて少し高さがあるんですね。丸首のカットソーよりは高さがあるけども、タートルネックのカットソーに比べるとやや首元が低いので、そこまでもたつかないというところですごく使い勝手がいいんですね。まあ、こちらをベースにしながら、その上にはですね、これもですね定番となるグリーンレベルさんの肩風のですねニットですね。厚みに関しては中肉厚で非常に使いやすいですね。まあ、これぐらいの厚みだと重ね着もしやすいので、秋だとか春だったら単体で使えますし、冬場であればこのようにですねレイヤーのスタイルにですねめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。表面に肩あぜの凹凸感があって、縦に走るようなラインが入っているので、割とこうスマートにも見えますし、単調に見えないというところも含めてこのニットがかなり使いやすいですね。まあ、今回はライトグレーを選ぶことで、ホワイトからライトグレーということで、まあ、緩やかに色が変化しながらも、このような上に着ているベージュともすごく相性がいいので、今回はちょっと上半身はやや明るめの雰囲気にまとめました。そしてボトムスですね。僕の動画の中ではもう定番となっている
オルマイージーパンツのですね、ブラックですね。これがめちゃくちゃ使いやすいですね。まあ、コート自体が少し緩めのシルエットなので、まあ、ボトムスも緩めで揃えてもらうのもバランスいいかなと思うんですが、なるべく無駄のないですね、綺麗なシルエットでまとめてあげると、より大人っぽくなるので、今回はオルマイージーパンツを合わせてみました。まあ、ブラックのですね、シャープな色合いで、全身を引き締めてあげると使い勝手がいいですね。まあ、今回のバージョンは裏肝になっているので、肌触りもすごくソフトで気持ちがいいですし、暖かいんですね。季節に応じたボトムスを1本持っておくと、冬場もすごく快適になりますので、これは便利ですね。相変わらず肌触りもいいし、ストレッチも効いていて履きやすいですし、これは冬の定番として必ず1本持っておくと便利なアイテムなんじゃないのかなと思っています。そして足元なんですが、今回はジャーマントレーナーのオールホワイトですね。これようやく再入荷しましたので、こちらを履いてみました。冬の着こなし、どうしても暗くなりがちなので、その中にですね、ホワイト系のレザースニーカー入れてあげると、ほんのり明るさを出すことができるんですね。ホワイトのレザースニーカーと、首元のモックネック部分ですね。このあたりをうまくリンクさせてあげるとバランスがいいので、まあこういった形で合わせてみました。まあジャーマントレーナーの中でもオールホワイトなので、カジュアルな部分をなるべく削ぎ落として、綺麗めなスタイルですね。このようなコートのスタイルなんかにも非常に合いやすいようなスニーカーなので、まだ持ってない方はぜひですね、トライしてみるのもいいかなと思います。ということで一つ目はですね、綺麗めの大人コーデということで、ロングのですね、チェスターコートを主役にしてみました。ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のですね、冬の鉄板コーデなんですが、今度はですね、アウター、もうちょっと着丈の短いものをセレクトしたわけなんですが、ロング丈のコートに比べると短いんですが、まあダウンだとか、そのあたりの短めの丈のものに比べると、お尻がですね、だいたい半分ぐらい隠れるような丈感のあるような、こういったカバーオールというアイテムというのはかなり使い勝手のいいアイテムなのかなと思っています。まあ、先日から何度もご紹介していますが、こちらはですね、今期グリーンレベルさんと共同で開発しましたセントデールールを使ったですね、カバーオールなんですね。もう早くも僕はこちらをですね、ガンガン活用しています。秋の終わりから冬の初め、中盤ぐらいまでですね、活用できるのがこのアイテムなんですが、ウール素材でしっかりと肉感があるのがこのセントデールールの特徴なんですね。素材にはスーパー110のウール、そしてナイロンとポリエステル、3つをですね、ミックスしているわけなんですが、膨らみ感もあって肌触りも優しいですし、なおかつ重みがないんですね。先ほどのセントデールを使ったチェスターコートもそうなんですが、やはりですね、メルトン地のコートというのはずっしり重たい印象があるかなと思うんですが、そのあたりがしっかりと日常で使いやすいような軽さのある仕上がりになっているので、すごく使い勝手がいいんですね。ベースのデザインはカバーオールということで、カジュアルなワークテイストのデザインにはなっているんですね。胸のポケットが左についていて、腰ポケットは左右対称につけられているようなデザインなんですが、なんといっても素材感がウールで、なおかつ色もダークグレーなので、大人っぽく見えるんですね。この綺麗めとカジュアルのバランスが一着の中で取れてるというバランスはかなり絶妙で、個人的にもですね、非常に気に入ってるアウターなんですが、今回はこちらのダークグレーを主軸として選んでみました。そしてその内側にはですね、一番下に丸首の白 T シャツを着て、その上にはですね、ケーブル柄のですね、ニットを合わせています。まあニットなんですが、先ほどの片厚のニットと比べると、表面の凹凸感がよりですね、しっかりとしてるのが、まあケーブル柄のニットになっていまして、よりこうクラシカルな雰囲気があるんですけども、色合いがポップでちょっとこう今っぽい雰囲気になっているので、古臭く見えないんですね。この辺りの色のチョイスがまさに絶妙だなと思ってまして、今回はこのターコイズを選んでみました。着こなしの中でも差し色的にですね、活用することができるので、この色はぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。上に着ているアウターですね、今はカバーオールのダークグレー着ていますが、例えば先ほどのセントデイルウールのチェスターコートのネイビーとこちらのターコイズのニットなんかもめちゃくちゃ相性がいいです。外側に着るアウターが濃い色だったら、このような差し色はすごく使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そしてボトムスなんですが、こちらも先ほど同様にですね、オルマイパンツですね。こちらの秋冬バージョンを選んでみました。先ほどはブラックを選びましたが、今回はベージュを選んでみました。まあベージュといっても、すごく明るめのベージュなので、ナチュラルカラーにですね、すごく近いような明るさのあるベージュになってるんですね。なので、まあ白パンを冬に履くなら、こんな色味がいいんじゃないのかなというところで、少しクリーミーな色合いの明るめのカラーということで、これはですね、
冬の着こなしの中に明るさをパッと取り入れることができるので、非常に使い勝手がいいアイテムになっているかなと思います。まあ、シルエットはオルマイージーパンツをですね、すっきりめのバランスになってるんですが、いわゆるこう、ジャストサイズよりは少しゆとりがあるので、今っぽさが漂いながらも、ちゃんと足をきれいに見せてくれるので、これが大人の男性には最も似合いやすいシルエットのボトムスだとは個人的には思っています。まあ、腰周りはゴムになっていて、リラックス感のある着心地ではあるんですが、センタープレスも効いてるので、このあたりもすごくきれいめに見えるポイントなんですよね。まあ、秋冬にもですね、ボトムス、明るいものを1本持っておくと便利かなと思うんですが、まさにオルマイージーパンツのベージュは今季の鉄板アイテムかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。そして足元なんですが、僕にしてはちょっと珍しいんですが、小綺麗なレザーのシューズを履いています。これはですね、クレマンのダービーシューズなんですが、最近ですね、このような革靴が復権してきていまして、まあ、スニーカーの方向に最近は大きく触れていたので、その反動でちょっと綺麗めなシューズを履きたいという方も徐々に増えてるかなというのが僕の肌感覚としてもあります。まあ、クレマンのシューズというのは上品なフランスの雰囲気を持ちながらも丸みがあって、どこか決めすぎないような柔らかさだとかカジュアルさも漂ってるんですね。このバランスが絶妙だなと思ってまして、まあ、デザイン自体はミニマムですごく使いやすいようになっているんですが、ソールにしっかりと厚みがあったりだとか、Uチップになっていることで、適度にカジュアル感があって、様々なスタイルに馴染みやすいんですね。まあ、今はですね、このようなライトベージュのパンツに合わせていますが、ブラック系のパンツだとか、ダークグレーのパンツだとか、あとはシルエットもちょっとワイドっぽいものまで似合ったりするので、かなり汎用性の高いシューズに仕上がってるかなと思います。価格帯も3万円以内で買えるというところでは、レザーシューズの中ではかなり優秀なので、まあ、ぜひ皆さんもですね、一足レザー系のシューズを持つのであれば、クレマンは選択肢に加えていただくのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このような形で、2つ目のコーディネートは、ロング丈のコートよりはカジュアルめだけども、ただカジュアルに振りすぎないような中間的なバランスを作っていました。これも非常に使いやすいので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の冬の鉄板コーデなんですが、今度はですね、ダウンを使った着こなしを組んでみましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどまでですね、ロング丈のコートですとか、中間的な丈の長さのですね、カバーオールを皆さんにご紹介しましたが、まあ、冬のアウターといったら、ラフで、なおかつ、スポーティーで、一着着るだけで暖かさをしっかりと確保できるダウンは欠かせないアイテムかなと思います。まあ、いろんなブランドからダウン出てるので、皆さんもどれを買おうか迷っているかなと思うんですが、このダウン、なかなかバランスがいいなと思いました。こちらは、アウトドアブランドで、ボトムスで有名なグラミチと、コストパフォーマンスを高いインナーダウンを得意としているタイオン、そしてグリーンレーベルさんの3社がコラボレーションして作っているダウンになっているんですね。非常に珍しいですよね。トリプルコラボレーションという形のダウンになるんですが、これなかなか仕上がりがいいです。まあ、デザイン自体はすごくミニマルで無駄のないデザインになっていまして、表面にはですね、ウール見えするような素材を使っていまして、ステッチも表面になるべく出ないような形になっているので、大人っぽくシャープな雰囲気になっているかなと思います。僕は今ブラックを選んでるんですが、ブラックを基調にしながら、顔周りですね、内側にですね、ダークブラウンの色味を使っているので、ここがですね、ちょっと見えて、色合いとしては少しアクセントとして効いてくるのかなと思います。このあたりも単調に見えすぎないところが、なかなかバランスがいいかなと思うんですが、これには秘密がありまして、実はこちらのダウンですね、リバーシブルになってるんですね。3社のコラボレーションで、なおかつ、両 A 面で使えるダウンということで、なかなか珍しいかなと思うんですが、こちらのウール見えする面とはまた、全く違って、こちらを見ていただきたいんですが、逆面はですね、あえて光沢感があるような、ダークブラウンの、スポーティーな素材感を使っているんですね。で、こちらの面にはステッチがしっかりと入っていて、まあ、従来のダウンをですね、感じさせるような定番的な雰囲気になってるんですけども、まあ、色味が圧倒的に綺麗なんですね。コクのあるダークブラウンで、やぼったく見えるような色合いではなくて、大人っぽく上品に見えるカラーなので、こちらの面も意外と使えるんじゃないのかなと思います。大人っぽく着たい場合にはこちらのウール見えする素材感ですね。そして、ちょっとスポーティーに着こなしたいなという時には、あえて微光沢があって、ダークブラウンの色味ですね。こちらを使ってもらうのもなかなかいいかなと思うので、このダウンはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。そしてその内側にはですね、
バンドカラーのシャツですね。こちらをまずベースとして着ています。今見えてる分量としては少ないんですけども、これ隠れた名作だなと思っています。冬の着こなしってレイヤーをするときにT シャツだとか、あとは一番最初にご紹介したモックネックの T シャツとか、このあたりを使うことが多いんですが、それだけだとちょっと単調になるので、バンドカラーシャツを内側に着て、その上にですね、丸首のニットという組み合わせが結構使い勝手がいいんですね。襟元から少しバンドカラーのですね、襟部分が見えたりだとか、その部分が見える形になっていて、ちょっと気の利いた見え方してくれるので、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、こちらはホワイトベースに対して、ブルー系の細いラインが入ってる形で、まあ、縦長感もあってすごく使いやすいし、コットンベースなので1年間を通して使えるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。その上に着てるのはこちらはですね、丸首のニットですね。まあ、今回は3つのコーディネートともニットを使ってるんですが、それぞれ別のものを使用しています。こちらはですね、モヘアコンのニットになっていまして、表面にこう毛羽立ちを感じるようなふわっとした風合いになってるんですね。まあ、最近このようなモヘアコンのニットトレンドアイテムの一つになってまして、着るだけでちょっと今っぽさというところとか、なんか温かみも感じるので、僕はこういったモヘアコンのニットすごく好きなんですね。どこか柔らかい感じがあるようなニットなんですが、それに対して色はですね、コバルトですね。まあ、ブルー系のカラーなんですけども、ネイビーに比べるとパッと華やかな印象になるカラーなので、こちらも差し色的に使うとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、特にこのようなダウンの着こなしってどうしてもスポーティーでカジュアルに見えがちなんですが、そういったものの内側に綺麗な色のニットを持ってくるとかなり華やかさが増すかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこのようなコバルトのニットだとか、先ほどご紹介したターコイズのニットを合わせてもらっても非常にバランスがいいので、トライをしていただきたいなと思います。で、今度はボトムスですね。先ほどまでオルマイージーパンツを履いていましたが、今度はですね、もう少しシルエットゆとりを持たせたようなワイドテーパード型のボトムスを履いています。これもですね、今っぽくて個人的にかなり好きなんですね。まあ、腰周りにはタックはあえて入っていなくて、だけども適度にワイド感があって、膝から下は少しテーパードが効いているような上品さとカジュアルさをうまくミックスしたようなバランスになっているのがすごく印象的なボトムスですね。表面はですね、ちょっとこう色の混じり感があって単調に見えない雰囲気が良くて、こちらミディアムグレーなんですけども、秋冬らしいですね混じり気があって、個人的にこれすごくバランスがいいなと思っています。まあ、ダウンがブラックで重ためのカラーなので、ボトムスはブラックにしないで、このようなミディアムグレーぐらいでモノトーンの色合わせをしてあげると、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、それに対して足元は先ほどもご紹介しましたが、オールホワイトのジャーマントレーナーということで、すっきりめにまとめてみました。いかがでしょうか。このようなダウンの着こなしってどうしてもカジュアルでド定番に見えがちなんですけども、そこに対してこのような綺麗な色味のですね、ニットを入れてあげたいだとか、ボトムスブラックで全身を黒っぽく仕上げるのではなくて、ミディアムグレーぐらいで少し明るさを出してあげるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の冬の鉄板コーデベスト3グリーンレベル編ということでお届けをさせていただきました。まあ、どの着こなしもベーシックさとトレンド感をうまくミックスしたようなスタイルなので、比較的多くの方にですね、使い勝手がいいようなものになってるかなと思います。冬の着こなしを考えるときに、まずはアウターから始めるのが一番いいかなと思っていまして、少し綺麗めな雰囲気を出したい、おしゃれをして出かけたい場合はロング丈のコートを軸にして着こなしを作るといいと思いますし、非常に寒い日でなるべくですね、快適さを求めたいのであれば、ダウンを主軸とするといいかなと思います。一方で、その中間ですね。まあ、綺麗さとカジュアルさをうまくバランス取りながら、快適に、かつ、適度に綺麗さを漂わせたいという場合には、カバーオールを主軸としながら、コーディネートを作るとすごくバランスがいいかなと思います。そして、それぞれのアウターに対して、内側に着るニットですね。このあたりも3パターンご紹介しましたが、ちょっと綺麗めな色を使ったりだとか、明るめのライトグレーを使うことで、アウターが濃い色であっても少しですね、ニットの色で綺麗さを出してあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてそのニットの下の着こなしとしては、丸首の T シャツ、そしてモックネックの T シャツ、バンドカラーシャツ、この3つがあればかなり首元の印象も変えられるかなと思います。で、ボトムスに関しては定番のブラックがあって、そして明るさを出すという意味ではライトベージュがあって、中間的なグレー系があればもう十分だなと思うので、ぜひ皆さんも今回ご紹介したスタイリングですね、まあ手持ちのもので
着回してみたりだとか、足りてないものがあればですね、今回ご紹介したアイテムに関しては、すべて概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思っています。冬の着こなしは、やはりですね、重ね着ができるので、他の季節よりも断然ですね、楽しみの幅が広がるかなと思うんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、単調になりがちな冬の着こなしにアクセントを加えるために、今回の着こなしやアイテム参考にしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。